カールゲロ・フュルスト・フォン・ウラッハ・グラーフ・フォン・ビュルテンベルクは、第三代、ウラッハ・公ビュルテンベルク王国の領地の一つ、リヒテンシュタインに、ある、リヒテンシュタイン城において、ウラッハ・公ー、ビルヘルム2世と最初の日アマーリエの次男に生まれた。父方の祖母は、モナコ公女フロレスティーネであったことから、モナコ公位継承権を持っていた。1918年6月4日、 父ビルヘルム2世は、新たに独立したリトアニア王国の王として、リトアニア評議会から招聘を受けた。同年7月に、ビルヘルム2世はこれを受諾し、ミンダウガス2世の御名をいただいた。ミンダウガス2世の統治は、第一次世界大戦でのドイツ帝国の敗北の後、終焉を迎えた。1928年3月24日の父の死去に続き、 同年末に、兄のビルヘルムが、帰戦結婚のために、ウラフくら位の継承権を放棄した。そのため、カール・ゲロが、ウラフくら位を継承し、合わせてリトアニア王い継承権者となった。1940年6月20日、バルトブルク伯爵夫人、ガブリエーレと、バルトブルク家のツイール城で結婚した。子供がいなかったため、死後、ウラフハ行位は、 追いのカール・アンゼルムが継承した。ありがとうございます。